はいどうも皆さんこんにちはこんばんはパパテラですというわけで今週の割引車両インサージェントトラックカスタムの初心者講座ですまずえ先頭車両の、ね、割引の中からインサージェントトラックという車両ありますこれは最初はペガサス車両といってガレージなどに入らない状態となってますでもう一つインサージェントというものはこれは最初から個人車両なので普通にガレージに入るという状態なのでまずこのねインサージェントトラックカスタム この車両は今週割引で特に性能がいいのでおすすめとなってますなので購入する前にぜひこの動画を見てもらって、えー、どうしようかなっていうふうに、ねえー、考えてもらえばいいかなと思いますではねまずこの車両を、えー、ペガサス車両としてまずペガサスに電話をして要請しますでこれ先頭の方にしてその中からインサージェントトラックというのをまず要請しますで要請するとどこかにこのマーカーがつ、ね、きますね トラッククののマークがねつくのでそこに向かってくださいこれフレンドさんとかと一緒に行くとちょっと場所が移動されたりする場合あるので1人で行った方がいいです。で、この車両今の状態はただのペガサス車両です。これをこれからねアベンジャーを使って個人車両化っていうのをしていきます、まあ。機動作戦センターの武器乗り物ワークショップとかでもできるかもしれないんですけれども大体個人車両保管庫っていう風にやってると思うので、まあ、アベンジャーを使う方がいいかなと思います。 でアベンジャーというのは施設を持っている必要がありさらにこのアベンジャーの中でも乗り物ワークショップというのが必要となりますなので結構、ね、お金はかかるんですけれどもかなり優秀だしこういった、ね、施設またアベンジャーとかを持っていると、まあ、後々、ね、結構使えるんじゃないかなと思うのでお金が貯まったら、ね、こういったものを購入するのを検討してみてくださいではまずアベンジャーを大きな乗り物から要請しますでアベンジャーが出現したところにこの ペガサス車両のインサージェントトラックを中に入れてくださいするとアップグレードで個人車両化できると20万円かかるんですけれどもここで丸を押すとこれもうガレージに入る状態となりますでこの状態から自分の好きなようなカスタムにするんですけれども、まあ、いくつかね特徴があって、まあ、この中からアーマープレートというのがあります全部で4種類です その中でこの特徴としてはアーマープレートなしというのは外からの攻撃を受けやすいんですけれども乗っている人の武器の制限はない要は普通の車とかで銃を撃ったりとか粘着爆弾を投げられるとで軽量と中量はこれ爆発物要は粘着爆弾とかを中から投げられないそして一番下の重量アーマープレートは武器が一切中からは使えないということで。 鍵マークのついているこの重量のやつはね地下基地の研究武器解除というのが必要となります。また、マシンガンの方もこれ研究武器解除が必要なので固定コメントを参考にその地下基地の武器研究っていうのをぜ、ね、ひ、ね、やってみてください。そうすることで強化することができます。また、車両のホイールなんですけれどもアベンジャーの場合は種類がこのようになっていてカスタム項目、選択肢がちょっと少ない状態となっています。 なので、これを最大限ね、カスタムいろいろやってみたいなっていう場合は、じゃあどうするかというと、アリーナ持っている人は、アリーナにこの車両をまず入れてみてください。今、現在、この時点でね、この車両っていうのは、どこのガレージにも属していない個人車両となるので、空きのあるアリーナのガレージに入れてください。そして、中に入れたらもう一度乗り込み、右十字キーでカスタムショップに入ってください。 その時にアリーナの整備士なんですけれども、まあ、できれば、ね、3人雇っておいた方がいいかなと思いますカスタムショップにこの車両をまず入れていきますそうするとアベンジャーの中では選択できなかった項目っていうのも出てきますねまず1つ目は普通の、ね、一般の車両とも同じなんですけれどもヘッドライトこのライトの種類がまずアリーナに入ると種類豊富となっています 普通はライト、標準か HID ぐらいしかないと思うんですけど、それ以外に13種類ぐらい違う色をつけることができるということで、結構カラフルになりますね。まあ、これは普通の車両も同じです。で、ネオンキットとかはこれは普通ですね。えー、普通のどこでも同じっていう感じですね。そして車体のペイントなんですけれども、 このねトリムっていうところがちょっとね謎でこれ色変えてもねちょっとどこが変わっているのかよくわかんないような感じなのでちょっとあんまりお金かけなくてもいいんじゃないかなと、まあ、もしどこが変わっているって知ってる人いたら教えてくださいで特徴としてはアリーナに入れるとベニーズホイールが装着できるとなので大体いい、ね、60種類くらいね選択肢が増えるんじゃないかなとベニーズホイールも大きく分けてオリジナルとスペシャルがあるので結構ね種類はありますね そしてえ、ホイールの中でもまあ、色を変えたりとかもできます。ホイールカラーなんですけど、これ、アロイっていう状態になってるんですが、アップグレードする前の、えー、このインサージェントトラックの状態の色が映っているので、まあ、ちょっと変わった緑色なのかなっていう感じですね。ホイールの色がちょっと違うっていうぐらいです。まあ、普通にアロイをつけると元に戻っちゃいますね。続いて、このベニーズホイールは、まあ、特徴としてね、タイヤのデザインっていうのがあります。 これをね、えー、やることで、まあ白いね、リボンをつけたり、赤とか青とかっていうのも可能です。まあ結構カラフルになるっていう感じですね。基本的にはベニーズホイールは、まあローライダーの車両とかにつけるような、えー、こういったホイールなんですけれども、ゲームの世界なんでね、好きなようにつけてもらってカラフルにしてもいいんじゃないかなと思います。アリーナに車両を入れることによって、大きく分けて2つ、ライトとホイールを、えー、さらに選択肢が増えるっていうことですね。 もう1つ、トリムカラーの他にちょっと謎な部分ですね、内装の、えー、ライトカラーっていうのはあるんですけど、これちょっと一切ね、ライトの色が変わってないような感じなので、まあ、これもどっかね、変わってるっていうのが分かる人いたら、えー、ぜひコメントを教えてください。というわけで、えー、今回ね、この車両、えー、アーマープレートっていうのをね、これからちょっと説明していきたいと思います。まず、重量アーマープレート、この前にある車両なんですけれども、 もう完全に窓が塞がっている状態で外からの銃弾の攻撃は受けにくくなります、だから仮に車走行のような感じにはなると思うんですけども、まあ、若干ね、ね撃たれるかなとで中からは一切撃てないそして上の基、えー、銃のところなんですけどアーマーのプレートが前も後ろもついていて結構ねやられづらくなります続いてこれがね中量アーマープレートなんですけども 中からは拳銃などを撃つことができます。そして上の基銃は後ろの防御がないという感じで前だけね守られるという感じになりますね。まあ、こういった違いがあります。続いて違うねアーマープレートも見せていきますね。次はこの、ね、軽量アーマープレートというのをつけていきます。結構見た目がラッと変わりますね。もうこの時点で分かる通り えー、上のね機銃の人は前にプレートがないのでもろに攻撃を受けやすくなりますそして、えー、中に乗っている人は銃だけ打つことができるということで軽量をつけるよりは、えー、中量をねつけた方がいいんじゃないかなっていう感じですねこういった違いがあります続いてアーマープレートなしの状態ですなしの状態にするともうね完全にね窓もねスカスカな状態になります で上は変わらないと、基準のところは変わらないという感じで、じゃあ何が違うのかというと、アーマープレートなしの状態は外に出たときに、粘着爆弾とか投げる、ね、武器っていうのを、えー、使うことができます。なので、まあ、これもね、えー、ミッションとか強盗の準備によって、このアーマープレートをつけるのか、まあ、全くなしなのかってね使い分けてもいいかなと思います。で中に乗っている人がこうやってね、えー、粘着爆弾の手榴弾投げられるのもね結構メリットあるんですけれども、 実はこの車両ね、えー、地雷っていうのをねつけることができます。地雷については次にね説明していきたいと思います。まず、えー、1人でね機銃を使う方法なんですが、普通に車両に乗ろうとして三角を押すと、運転席に行ってしまうので、1人で機銃を使いたい場合は、この屋根の部分に行って三角を長押ししてください。そうすると、このように乗り込み、銃を撃つことができると。 ちなみにこの車両はグリッチで作った車両となるので銃が透明になっていて見えないような変な状態となります、まあ、こういったカスタムをグリッチを使うとできたりします現時点ではね普通には作れないかなと思います続いてこの地雷なんですけれどもクラクションのボタンですね L のスティックをね押し込んだ時に地雷が5個まで出すことができますこれ無限に出せるどういうことかというと 123456 1, と6個目を出したときには最初の1個目が消えるっていう感じですもちろん爆発すればどんどん出せるんですけどこのように後ろにどんどんね金魚の糞のように近接地雷を出すことができますそしてこの近接地雷は敵に追われているとき警察に追われているときとかに結構使えますただ自分のね出しているスピードですね車両のスピードが遅いと自分にもダメージが入ったりとかしますので このように何度も爆発を受けると自滅してしまうので注意です続いて重量アーマープレート一番強い状態のこのインサージェントトラックカスタムじゃあオプレッサー M2 のミサイルを何発耐えられるのかというのを見せていきたいと思いますオプレッサー M2 に後ろから追われている状態で車両にはプレイヤーが乗っている状態としますで無防備のようにこのように後ろから撃たれたりちょっと横から撃たれたりという感じでまず20発は耐えました そして20発なくなったのでね違うプレッサー持ってきましたで21、次に22、23、24と大体24発で破壊されますこれ人が乗っている状態また車両や後ろ、前横からによっても多少変わるのでこれは参考程度にしてくださいまあ、24発も耐えればね逃げることはできるんじゃないかなと思います続いてこの車両の最後のね特徴なんですけれどもこれ何人乗りなのかっていうところです まあ普段ん4人ぐらいは乗れるんじゃないかなっていうふうに見れるんですけど、実はこれ9人乗りなんですね。9人乗車できると、まあ、なかなかフレンドさんとかと9人で乗るってことはまずないと思うんですけども、車両を購入するときに右上に人のマークがついていて数字が出てます。これが最大の乗車定員となります。なので、9となっているので、9人、要はこのね運転席、助手席、後ろに2人、そして銃をつ人でもうすでに5人。 そして後ろの荷台に2人それで7人さらにサイドステップですね車体の外側に2人乗るっていうねまあかなりね珍しい車両となってますのでまあ結構使えると思うんでねインサージェントもいいんですけれどもぜひねインサージェントトラックカスタム割引のうちに購入を検討してみてくださいというわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございますチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします Hold up, Hold up. Smoke weed every day. Smoke weed.